私の名前はミカ、30歳の普通の会社員です。新卒入社の会社でバリバリ働いてもう7年、ベテランの域まであと一歩というところまで来ていました。忙しい毎日ですが、やりがいのある仕事に没頭する日々でとても充実していたのですが、今年の新入社員に爆弾のような女子社員がいたのです。名前はさくらさん。漫画に出てくるようなぶりっ子女で、男性社員の前ではくねくねとして男に取り入るのが本当に上手なんです。それでも仕事さえしてくれればいいのです。どんなキャラクターでもそれはその人の個性ですから。でもさくらさんは全く仕事なんてする気がないようでした。さくらさん、この資料明日までにお願いね。へー、無理です。は？無理って何？これ仕事だから。へー、先輩意地悪です。ピエン。え？ピエン？先輩が意地悪するのは桜が可愛いからですか？よくないですよ、そういうの。桜悲しい。いいよ、これ俺がやるよ。へえ、小林さん優しい。頼りになるな。え、小林くんいいの？小林くん、この後会議が入ってたよね。会議の後やっときますから大丈夫です。今日中に終わらせておきます。ごめんね、ありがとう。ほら、ミカさん、もっとちゃんとお礼言ってくださいよ。せっかく小林さんがやってくれるんですよ。もう、さくら超感謝。いや、元はといえば、ミカさん、俺は大丈夫ですから。私が怒りそうになったところを後輩の小林くんがいさめてくれました。小林くんは去年新卒で入ってきたので、さくらさんとは1年しか変わりません。それなのに、さくらさんがやってくれない仕事をほとんど小林くんが自ら名乗り出てカバーしてくれていました。さくらさんに仕事を覚えてもらうためにもきちんとやってほしいのですが、全く仕事をしようとしないさくらさんにイライラすることもありました。でも小林くんのおかげで家内の雰囲気が悪くならずに済んでいます。でもこのままではいけない。私はさくらさんに嫌われる覚悟で意を決してさくらさんに LINE で注意をしようと決めたのです。さくらさん、お疲れ様です。何ですか？仕事の話なんですけど。はぁ？何ですか？あれ？なんかキャラ違うな。もう少し真面目に仕事に取り組んでください。今のままじゃさくらさんのためにもならないと思うんですよ。何が言いたいの？だから私は、仕事の後まで仕事の連絡してきて、その挙句に説教？本当にだるいんだけど。おばさん、何が言いたいの？そんな言い方ないでしょ。仕事に真面目に取り組むようにお願いしてるだけです。仕事でも全然話聞こうとしないから、わざわざ LINE まで送ってるんですよ。無駄だから。そんなのどういう意味ですか？私は結婚したらどうせ辞めるの。あんたみたいに仕事にしがみついてたくないわけ。だからできないことはやらない。無駄な仕事は覚えない。わかった？もう迷惑だから連絡してこないで。私はその LINE を見て絶句。常識のなさそうな人だとは思っていましたが、まさかここまでだとは思っていませんでした。あのぶりっ子キャラは男性社員の前限定でのキャラだったのです。さてどうしたものかと頭を悩ませましたが、何もいいアイディアは浮かんできません。仕方ないからまた会社で言おう。翌日、さくらさんは会社できっちり元のぶりっ子キャラに戻っていました。私は面と向かってはっきりと注意するためにさくらさんを呼び出すことにしたんです。さくらさん、ちょっといいですか？へえ、先輩からの呼び出し？怖いですよ。ピエン。おいおい、ミカちゃん、若い子に意地悪すんなよ。さくらちゃん怖がってるじゃないか。は？意地悪なんてしてません。ただちょっと話があって。助けてください。怖いです。
さくらちゃんはミカちゃんと違ってか弱いんだからさ。あんまり意地悪するなよ。誤解です。もう、とにかくこっちに来て。さくらさんは仕事はほぼ他の社員に投げ出しますが、22歳という若さとぶりっ子キャラのおかげで、年配の社員たちの受けはよく、可愛がられているところがありました。だから、まるで私がさくらさんに意地悪をしているような雰囲気が、課内でも出てきたのです。私はさくらさんを会議室に呼び出し、きちんと考えを伝えることにしました。何ですか、一体。さくらさん、昨日の LINE の話だけど、確かに勤務時間外にあの内容の LINE を送ったのはごめんね。それは謝ります。はぁ？今更何なの？そんな真面目な顔しちゃってさ。でもやっぱり仕事は仕事だし、他の人に迷惑がかかるから、自分の仕事を他人に任せるのは良くないと思うの。あのさ。そこでさくらさんは周りを見渡して、関係者がいないことを確認しました。そしてキャラを豹変させたのです。たく、うるさいんだよ。え？先輩は、ブスなんだから、仕事するしかないですよね。でも私は違うんで。そんな言い方。私ね、さっさと結婚して寿退社して、あんたより幸せな人生送るんだから、男探しの邪魔しないでくれる？仕事なんてやってらんねえんだよ。でも会社で働いてるんだよ。周りの迷惑とか考えたことある？私は可愛いの。あんたみたいに枯れたおばさんとは違うの。さくらさん、そういう問題じゃないでしょ？おばさんがこれ以上何か言ったところで、私は若いし可愛いからね。みんな私の味方なわけよ。何も言えなくなった？おつぼねのおばさんが調子の女よ。あんたね。そこまでですよ。私がブチギレそうになったところで、急にある人が現れました。そう、それはいつもさくらさんのサポートを積極的にしてくれている小林くんでした。小林くんは会議室のパーテーションで仕切られた部分から片手にスマホを持って出てきました。さくらさんはあからさまに動揺しています。あれ小林先輩どこにいたんですか？もうさくらびっくりしちゃった。その作り物のキャラもうやめていいですよ。バレバレなんで。ちょっと小林さんたら何言ってるんですか？今の撮影させてもらいました。え？あなたの本性がこんなんだと分かったら、他の先輩社員たちはどう思うでしょうね。なんでそんなことしたんですか？小林さん、怖いです。さくら、そんな意地悪されたら涙が出てきちゃう。だからそれもう無駄だって。ほんと見てるだけでイライラすんな。さっきから全部聞いてたって言ってるだろ。ち、なんでよ。あんた私狙いだったんじゃないの？散々私の仕事やってアプローチしてきてたじゃん。教養のなさが前面に出ているあなたのような人をわざわざ狙おうとするわけないでしょう。え？じゃあ毎回私の仕事助けてくれたの、あれは何なのよ。好きだからじゃないの？私が可愛いからでしょ？あなたのためじゃない。それは何？恥ずかしくて言えないの？本当は私のこと好きなんでしょ？はっきり言いなさいよ。そうじゃない。あなたなんかじゃなくて、俺はミカさんのストレスを減らすためだよ。え？あなたのせいでミカさんは毎日悩んでて、今までみたいな笑顔が見れなくなってて、それで。小林くんはみるみるうちに真っ赤になっていったので、私もその場で思わず照れてしまいました。何よそれ。私のためじゃなかったってこと？違います。なんだよ、ふざけやがって。
紛らわしいことすんなよ。お遊び程度に付き合ってあげてもいいかなって思ってたのに。最悪、騙された。絶対無理、お断り。そこまで言う？ああ、面白くない。まあいいよ、私はこれからも仕事はしない。会社に入った目的は仕事じゃないもん。ミカさんが困ろうと私には関係ないから。大丈夫、君はもうこれからは仕事をするしかなくなるから。はあ？やらないって言ってんだよ。私にチヤホヤしてくる男たちにやらせるから。この映像と音声ね、かのみんなのパソコンとつないであるんだ。今頃かのみんなはこのやりとりをオンラインで見ているよ。みんなが君の本性をリアルタイムで閲覧中だよ。は？嘘。そう言うと小林くんは観葉植物の根元に隠してあったもう一台のスマホを指さしました。それを見たさくらさんの顔はみるみるうちに青ざめていきました。これからは最低限自分のやるべき仕事はやってください。いいですか？くー。さくらさんが下を向いていると小林くんが大声でさくらさんを一喝しました。二度とミカさんに迷惑かけるなよ。いいな。さくらさんは一瞬ビクッとして体をこわばらせた後、黙って走り去っていきました。次の日からさくらさんは会社に来なくなってしまいました。もともと全く仕事をしませんでしたし、来ても迷惑ばかりかけられていたので、私もかのみんなも全く困ることはなかったです。逆に困った後輩の面倒や尻拭いから解放され、ようやく自分の仕事をしっかりとできるようになり、笑顔で会社に行けるようになりました。小林くんとのその後ですが、実はあれから一緒に食事に行ったりするようになり、ちょっと年の差はありますが付き合うようになったのです。これからは仕事もプライベートもますます充実させていきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。